はい、こんにちは。夫婦でエンデムのふみこです。はい、FD3S です。イーラー続きやっていきまーす。おーい、お願いします。まあ、右下に書いてあるように、レッド橋のふもとに向かおうって書いてありますね。橋直せ、あ、じゃねえか。なんか橋の直しに行くのが終わってねっていうことで、多分あいつらを倒してんだと思うんですけど、今目の前に見えてる。あ、これか。ゴゴールさんをね。うん、うん。まあ、ちょっとここに来るまでの間に少しレベル上げをいたしまして、36ぐらいになっております。バカじゃないの？なんか頑張っちゃった。やりすぎじゃない？あ、なかなかモンスター倒すのが楽しくなっちゃってね。まだ1日経ってないか。楽勝だよね、絶対ね、もうね。とりあえずレベル12ぐらい高いからね。うん。見せてあげよう。レベル36の力を。いろいろこうアーツとかもいじってきましたんで、最初からこうレベル1とか、あえて使えるように、なんかアーツを使えるように初っ端からなってたりします。ああ、そういうこと。最初が溜まってるとか、そういうこと。そう、フラッシュ。任せ。どこ行った？ほら、あとはもう溶けて溶けたのか。うん、もう多分消えた。なんだ、溶けたのか。はい、終了でございます。先を急ごう。まあこんな感じなんで、多分そんなにもう全滅とかは見なくて済むはずです。戦闘は下手なのであれですけども、ちょっとあ、これオッケーなのかな。とりあえずこれでいい。これで解決ね。解決したらしい。とりあえず、じゃあ戻っていいのかな、これ。うん、そういうこと。この先なんかありそうだけど、まあそこはどうせ行くことになるから、その時に任せましょう。アイテムもだいぶ取ったの。アイテムっていうのは、あの採集したってこと。この辺のもう散々見かけるたんびに全部拾ってったんで。まあでもその分拾った分で結構キャンプして作ったりとかしてるんで、溜まってはいないと思う。いい動きだ、ラウラ。先を読んでも瞬時に返されてしまうな。霞の力があってこそよ。あなただって光の奥の手使ってないじゃない。使ったとしたら、その時はこちらも一の太刀を出させてもらう。アデル様、食事の支度が整いました。もうそんな時間か。今の季節は日が長いから時間の感覚なくなるよね。例のシーンか。例のシーンだ。あら、訓練はもうおしまい？残念、参加したかったわ。遅かったわね。一人？皇帝陛下は何かと多忙なの。もともと私一人で行動することも多いし。ドライバーとブレイドは一心同体。それが本来の姿よ。出ないと力は出せないわ。言葉で言うほど簡単ではないさ。僕もまだ君の力を出し切れていない。そう？私は結構精一杯なんだけど。そこ知れないってことさ。それにしてもブレイドの行動を抑制する霞の力、修行にうってつけだな。助かるよ。因果率予測も制限されるしね。ほんと大変。そんな、アデル様と光様にそこまで言っていただけるなんて恐縮です。
こうして見てるとまるで双子の姉妹みたいね。ドライバーの因子が色濃く出るのは珍しいんだろう？そういう話はたまに聞くけど、そうなの？そう。でも私はラウラ様と同じ姿に生まれてこられて幸せです。服の貸し借りもできるしね。え？ところで、次はシンと手合わせ願いたいのだが。ですって、どう？私は戦いは好みませんので。イーラ最強の男の言葉、ずしりとくるな。それが真実なのかもね。彼、いいえ、彼らの。アデル様、ラウラ様、メツの狙いが分かりました。オートです。本当か？はい、間違いありません。私とは別れたのではなかったのか？別に根性の別れって意味で言ったわけじゃねえしな。イーラのアルスを見てきたよ。面白いだろうな、あれが本当の姿になって。どこで知った？別に俺のコアの中には全てのブレイドとアルスの情報が詰まった。全ての情報だと？己はマスターブレイドとでも言うつもりか？いいね、それ。いただいとくぞ。どうだ、ワクワクするだろ？俺の相棒イーラの王子に託したそうだ。だとしたら消し去るか、この私。まさか。面白い余興を思いついた。次のターゲットはイーラに決めた。私にそれを話すか？お前さんはここから高みの見物をしてると。何、イーラの本当の姿って？超気になる。そうか、女祭からの情報だったか。奴がイーラで何を企んでいるのかは分からんが。急いだ方が良さそうね。明日ユーゴが戻ったら立とう。あ、おかえり陛下。帰ってきた。やっとだよ。
可愛いサタヒコ。あんなになっちゃうんだよな。あんなっちゃうんですよ。お、ん？これで4が使えるようになってくるのかな？必殺技レベル4はまだラウラしか使えないから。何が何でも何が何合わせます。すごい。お、おかえり。早速。早い。あ、わざ解放されたね。そう。あの大変なことになってるんでちょっとやらせてください。あ、そっか、何もいじってない。高みを目指します。このドライバーの方は武器を変えることによってこう攻撃の属性が変わります。あ、そうなんだ。そう、へー。だからこ、ここで炎に変えることもできるし、こっち行ったらこう大事にしたりとか逆転させたりとかもできる感じ。闇とかもやっと入ってきました。そうか、なこれで、そう、あのブレードを選べないから、そう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 、こっちであれするしかないのか。そう、ルート作るためにここら辺をいじる必要があるようです。それについこの間気がつきました、うん、残念。全然見てなかったからね、この辺。こう結構重要なことに気がつきまして、ここら辺のこう、うん、変えた時のスイッチアーツみたいなのがあって、はあ、そこら辺でブレークを入れたりとかできるんで、うん、ちょっとそれを使ってさっきなんかクエストがあったんですけど、練習のコンボする、そういう切り替えると何ブレークとかそういうのが入るのかな、が入るのがあるから、そう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 、そういうのをやってまして、だいぶ練習してました。ブレークからのダウンのライジングスマッシュっていう、ちょっとした小技みたいなのがあるの。そうだね、それ決めると余分にアイテム出たりとか回復ポット出たりとかするんで、有効利用した方がいいということに気がつきました。なるほど、ちょっと勉強しました。あ、橋直っとるじゃん。直っとるじゃん。冷凍橋、ね、この場所は作戦拠点に良さそうです。で、このなんか石板のかけらって拾って出るじゃないですか、結構さあちこちで、うん、これが、あ、間違えちゃった、どうしちゃった、このここに荒れた封印窟っていうのがあるんだけど、そこの入り口に全部集めてぶち込まなきゃいけないらしいです。今封印されてます。イーラ荒れただから、こういうの憧れてたんです。あ、またもうこう癖で手癖ですごい、あの奥で光ってるの。そうそう、あれあれ、あそこあそこ、うーん、あそこです。楽しいな。直線を見ると、何がいるの、強いボスとかって。いるんじゃないかい。へえ、楽しみ。ちょっと楽しみにしていきたいと思います。楽しいな。直線を見ると、どこでキャンプしたらクラフトを後で少しやろうと。エーテルの流れを制します。光はね、こういう使い方もあるの。シュン、はい、残念。この人たちもレベルが低くなっちゃったから喧嘩を売ってこないですね。うん、よいしょ。こういうの憧れてたんです。そう、少し時間かかるみたい。よしよし。で、どこだ、道がわからんぞ。これかな、その先じゃないの、これだな。あ、いいね、来た、イベントです。
なんだ。スライチャガール、リベラリタスのモンスターがなぜここに。戦策はあと来るぞ。な、突然のボス戦。わあ、ちょっと久しぶりに遊具使うからな、感覚がわからん。相手が間違えた。何か変えないせっかくあの Y ボタンを初っ端から使えるからガードじゃなくて攻撃系のアーツの方に切り替えることができたかな。まあいいや、それはそれで。本来はイーラになるはずのモンスターがいる。うん、突然の。あれ、なんだ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 、どうしよう。あれ、やれるよ。やれるよ。やったか。おいおい、ダメだ。それダメだってですよね。ミルド、お、お、来たよ。ついに来た。待ってた。ああ、かっこいい。ミノチ来た。相変わらず爪が甘いな、王子様。その呼び方はやめてくれと言っただろう。ブレイド、ミノチだ。マルベーニ女才のブレイドさん。マルベーニ、そうだよね、マルベーニだもんね。アーケリアの女才数奇系、メツのドライバーだった。いや、あの銃は剣、あの剣になるんだと。うん、来たー、来たー、待ってコールじいさん、待ってたよー。ちょっと待って、またなんでこうなんの。私は遊具をやると言ってるでしょ。やられるだけです。うん、思い切り行かせてもらうよ。うん、知ってるって、うん、これがね、できなくて全然ね、絆のやつが進まなかったんですよ。チェーンアタックができなくて。あ、何、あー、そう、この3つ溜まってて、うん、属性玉ついてるじゃん、うん、でやろうと思ったんだけど全然発動しなくて、うん、でもチェーンアタックしろって書いてあるのに、これで封印できなくて、やっとできるみたいな。これで封印が解かれるわけ。うん、これ反対属性打っていかなきゃいけないんだよね。ってことはだろうね。そうね。そうだね。どんどん行くよ。次火星やんなきゃいけないとすると、あ、わかんねえ、うん、この辺全然わかんない。覚えてないんですよね。割れた。割り方忘れたの。ミノチ、これで決める。やっほー、これがあれ、まあ、あれはね、あれを入れて3回ってわけじゃない。これはもう練習だから多分やらせてもらえないんだろうな。あ、そういうこと、うん、割れちゃったよ、どうしようみたいな。弾が、うめえ弾が。そっか、ミナチは闇属らしい。知らんかった。でもそろそろ闇くるからなと思って。すぐに手当てを。いいか、何も問題はない。はい、いい経験値入ったな。私がお守り。未来が見えた気がするね。やっ、面白い戦い方をするな。ああ、ラウラ、彼はシン、そして彼女はカスミ。よろしくお願いします。挨拶しながら戦っとるよ。はシン、もしかしてミイラ、
だが噂では17年前すまん他言無用で頼むよ。はあ何やら事情がありそうだな。興味ある？まさか。聞け。やー身の地つえかっけー。今の動きモンハンで見たことある。やめなさい。助かったよ。さすがはミノチ。ドライバーなしでも大したものだ。感謝するべきかな、マルベーニに。あなたの子は普通と違う。マンイーターだからな、俺は。マンイーター？ユーディキウムの技術によって人とブレイドの細胞を融合させた存在。故にドライバーが近くにいなくとも力を行使できるが、俺は失敗作さ、多分な。そんなブレイドがいるだなんて初耳。マンイーター、女才は来ていないのか？ああ、お前たちがイーラに入ったという噂を耳にしたんでな。追ってきたらたまたまだ。そうか。やつとはもう2年会っていない。え？間に合わなかったよ。間に合わなかった。そこの家の子供か。あの兵士、確か以前お前が。ひどい世界だな、ここは。アーケディアには地獄を描いた多くの絵画が収蔵されている。実際は案外こんなものなのかもしれない。マルベーニ、お前望まれているのさ、人々の救済。神自身が。あのシーンの後だね。うん。それ以来奴とは会っていない。世界樹を登ったと聞いたのはそのしばらく後だ。そして奴は神の言葉を持ち帰った。それが天の聖杯滅だが、これが本当にその言葉なのか。神による救済なのか。こんなものが救済であるものか。これは奴の願望、いや絶望だ。絶望？お前もそうなのか。同じ根を持つ者よ。何のことだかさっぱり。私は単に目覚めさせられたからこの人に付き合っているだけ。この世界の成り立ちにも行く末にも興味はないわ。滅のこともか。あいつが何を考えているかなんてどうでもいい。会ったことすらないしね。
誤解しないでくれ。こう見えて結構いい子なんだ。何その言い方。いつから私の保護者になったの？まあいいじゃないか。現に君の食費は僕が出してるわけだし。はあ？昨晩の雲海カニクリームコロッケうまかったろ。6つはさすがに食べ過ぎだとは思うけど。今それ言う？そのうちブックブクに太るぞ。私はブレイドよ。太るわけないじゃない。楽勝でつまめるじゃん。やばいぞこれ。このブックブク、天の聖杯はブックブク。待ちなさい、ミルト。もし神が本当にいるのなら会ってみたくなったよ。9歳か。